並んでいく順番が、じゃあまあ龍騎から上がってほしいんだな、俺的には。じゃあ赤を龍騎になります。で、青がジョンになります。この2人にクラクションします。で、セッティングができたらマイクチェックの方もよろしくお願いします。じゃあせっかくです。決勝戦まで来ましたけれども、どうですか？やっぱり止まらないさ、吐き気。止まらない吐き気。今日の一言は止まらない吐き気。8月24日。顔が白いもんね、さっきから。じゃあ続いて、ジョン、どうでしょうか？緊張で、吐き気ができますね。やばいね。やばいね。二人で決勝戦で出さないでよ。ビートを出してね。お願いします。じゃあまず全国を受けましょうか。お願いします。どちらが先行？龍騎が先行。ジョンということになりましたので、ジュニアさん、これが今日最後の掛け声になりますね。最後の掛け声ですよ。最後の掛け声はみんな大きな声でよろしくお願いします。エビバリセイティング。びっくりしましたね。エビバリセイビートボックスだよ。分かった分かりました。あー、OK、電話してくる。絶対やらないからね。いきますよ、いきますよ。エビバリセイI'm not
です。お家帰って。お家帰って。はい。いっぱい飲むのを。はい。レッドブル出てきます。レッドブル。あ、気合いは入ったレッドブルで。じゃあどうでしたでしょう、ジョンは。あ、やっぱ多分ね、あ、自分はダメダメだと思います。ダメダメ。いいの決勝の。よかったよ。自分は良かったと思ったよ。グミ食べながら良かったと思ったよ。まさか何も食べてなくて、すいません、グミぐらい食べさせていただきまして。じゃあですね、この2人の中からアンダー19沖縄ミートボックスバトルのチャンピオンが決まります。だから、このバトルが終わってからは俺はチャンピオンだって言っていいんだよ。 OK、 俺はチャンピオンだって言ってもいい2人です。お、どうしたどうした。緊張してるんですね。まずじゃあ僕が赤龍騎になります。で、青が青ジョンになります。さっきはなんかの間違えました、ジョンです。じゃあ皆さん判定を決まりました。どちらがいいか決まりました。竹内決まった。バツって OK OK。 じゃあ行きますよ。まず赤龍騎軍が飛ぶ人。今日ですね、オーディエンスの心をぐっと掴んだのでしょうはね、きっと吐き気を抑えて、ではこちらに寄っていただいて彼らので1年、もうこれが決まってから落ちないでよ、落ちないでよ、落ちないでよギリギリまで行ってるから、もう悩んでおります。リクマが悩んでおります。どうしようか悩んでおります。決まりました、決まりました。よろしいですか、よろしいですか。じゃあジャッジを委ねたいと思います。ジャッジ、せーの。お、ドロー票が入り、もうドロー、あ、そっか、ドローですね。1対ドロー対ドローということで、まさかの展開、吐き気から解放されたと思った勇気。さっきより顔が白くなっております。しちゃいましょうか。じゃあ先行、さっき龍騎だったのをジョンに持っていってこう悩んでいたジョンをあえて持っていくって、こうこう龍騎に行きたいと思います。お、じゃあアディショナルタイムですね。ムンムンですね。よろしいでしょうか。皆さん掛け声の方よろしくお願いします。いきますね、エビバレゼも考えてなかった。なるほど。じ
ゃあそんな彼らのですねジャッジ延長戦もう決まりました決まりました OK タケル OK あまたあいつ罰出すんだよ必ず遅っちゅうのじゃあ行きます。じゃあまず赤青でいきましょうね。奥の赤龍騎が良かったと思うので拍手お願いします。青頑張ろう頑張ろう青ジョンが勝ったときた決まりました。黄色い声援が聞こえたのでジョンだと思いますじゃあオーディエンスの一票はジョンに入りました。先ほどと同じ結果です。もう次はドローなしでよろしくお願いします。もう龍騎がほっとり出しちゃいそうですじゃあよろしいでしょうか。ジャッジ、せーの、あー、三票、この時点でジョジョンです。沖縄の